stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened?さて、それでは12決最強決定戦やっていきたいと思います。現在5勝して、累計ポイントが 19,953 ということで、まあ、できたら2万には乗せたいなというのと、まあ、正直言うともうめちゃくちゃしんどいです。試合が、成績の方18勝、打率2割8分9厘、防御率 0.68、 レート4041ということで、このタイミングで4000に乗せてきました。ちょっと全国リーグ間違ってるな、香川に移そう。10勝からいきたいと思います。ちょっとね、やっぱり厳しい、もう岸のタイミングですね。岸宮西のもう一番僕が勝ってる組み合わせで、おーっとレート4180の奥川くんの今の限定は何になるんかな。いややな。タイトルホルダーとかですか、あの背景は。違う？タイトル取ってたっけ、奥川くん。オーダースキルの方が、僕が2400上回ってます。で、総合が、まあ、同じく2500、600ぐらいですか。ここでしっかり買っておきたい。どんな球書くの？フォーク。球種多いなぁ。サークルチェンジですね。スライダーとかかなぁ。お、スラーブ。スライダー。わぁ、横ツーシーム持ってるか。いや、僕、これも打てないです。今回、4000超えの人たちと対戦させてもらって、一番多いのがその横ツーシームなんですけど、どうにも打てない。何来る？スライダーかカットか、あれ何かな？あの球が気になるな。スラーブもさっきありましたよね。サークルチェンジ。で、横ツーシームあるでしょ？カットボールかい。あれはもう打たないっす。スラーブやな。合ってたのに。横ツーシームじゃないですか、先刺さってるから。よし、スラーブ、カット、フォークかな。フォークで入ってくるってどうですか。あ、横ツーシーム、わからん。おお、カットボールかい。スラーブかな、ちょっとスラーブ意識気味の。お、横ツーシーム。お、全員生きる？おー、これは大きい。フォーク待ちでいこうかな。お、何これ。お、カットボール。いや、もう長引かせんのも手の一つですよ。これはもう。スラーブ。おー、カットギリギリのとこ攻めてくる。いややな、横ツーシームよぎるな。合ってたのに。まあまあ1点。1点取って、スラーブかな。まあ、これ、続きやとどれでも打てるけどな。待ってから。待ってから打てる。カットボール回でない限りは。うわ、サークルチェンジか。そうか、あったな。あ、振ったあかんかった。横ツーシームよぎるな。打率5割です。5割1分。胸。しかし岸のこの超カーブは通用しますよ。上位でも打ってくる。もう合わせようとしてきてる。頼む。一球ごとに祈る。いやー、怖いな。よし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 。さあ、縦カーブ。いいとこ。
いや、シンプルに超カーブも時折混ぜていく。シンプルにというか、ほとんど8割ぐらい超カーブ軸で行っても打ち損じてくれるから、全然ありやと思う。いいとこ。縦カーブ。あ、降ってこない。さすがやな。わー、失敗した。おー、よし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 。たまにこういうのもありでしょう。上位の人にとっては、ミスショットないから。何こ、スラブ待ち。カットボール回。ストレートがないですね。よし。サークルチェンジ。サークルチェンジあるかな。おー、フォーク落ちてるな。あれ、もうあれがわからん。あれ、サークルチェンジにもツーシームにもフォークにも見える。あかんか。うわぁ。お、よかったよかった。崩すことはできた。なんとも言えない打ち方。カットボール回あるかな？どうですか？だいぶ弱ってきたら生きてる球がカットボールやから。え、このまま行く気？変えへんねや。横ツーシームじゃないですか、ここに。ね、あれ、ずっと手出してしまってるから。ああ、出してまうね。それでも、フォークやと思った。フォークやと思ったな。さあ、嫌やな。逃げ切るか、ここで宮西か。池山も一撃あるからな。よし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 。ええー、とこ行ってるよ、これは。当ててきた。よし。頼む。うわー、怖いな。嘘。どっち？あー、あかんか。OK。宮西。もう一球一球集中していこう。絶対入れていかんとあかん。よし。おー、取ってほしかった。これもほんまに、出してもいい？全然。あー、いや、うまいな。この辺がやっぱり、センスのある人って粘ってきますよね。呼んでる球じゃなくても粘ってくるから。頼む、入って。よし。いや、え、進化当ててきた。でも、あー、勝ったー。実況じゃなかったですね。ただただ、うわーっていうだけでしたけど、もうずっとこんな試合をやり続けないといけない、この、トップ入りしたいと思ったら、4000以上の人たち相手に常にやらなあかんっていうのはちょっと厳しいですね。いやー、でもやっぱ限定投手陣、よかった。あ、頼む。ウィリアムス、S でいいです。S でいいから、ウィリアムス出て。え？これって、あるんじゃない？違う？来た！え、マジ？嘘やろ。2枚目や。なんでや。いや、ログインボーナスかなんかでもらったんやって。いや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 、なんで？12選手いる中で、12でしたっけ？
なんで？うわー、ウィリアムス期待したー。てっぺんに、てっぺんにかー。すでに今2番にいてるんですよね。いや、もう1枚は、いや、どうすんねやろな。もう1枚、さすがに限定を引けたことは嬉しいけど、引けますからね。これ別に鉄平のソウル聴覚性、聴覚性何？ランナーにいる以上で長打力30アップ。いや、いらんな。ウィリアムス欲しかった。ウィリアムス欲しかったな。まあでもありがたいですよ。限定なんてなかなかね、なかなかどころかくれないですから、ノラの鉄平をいただきました。ありがとうございました。ちょっと頑張ってみて、まあちょっと、まあ阪神で上位ってのは厳しいと思うんで、前回16でしたけど、今回なかなかまあ、YouTube の方も気合い入れてて、どこまでできるかってとこなんですが、まあ上位に入れるように頑張ってみたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。